どうもナオチンです。本日もドラゴンボールカカロットスイッチ版やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。スイッチ版のドラゴンボールカカロットではベジット、そしてゴテンクスが使えるようになってます。しかしストーリーボードではほぼ使える場所がないんだよね。ということで今日はもしもベジータとベジットが戦ったらどうなるのか作ってみました。それではどうぞ。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さあそれでは戦っていきましょう。レベル差はね本当に空いてるので超楽勝に勝てるんだろうね。まだまだこれからだぞ。これじゃあとも面白くないぜ。もっと本気を出させてほしいんだ。まだまだこれからだぞ。これじゃあとも面白くないぞ。煽るね。いやいやもう煽りすぎでしょ。めちゃくちゃ煽るな。これじゃちっとも面白くないぞ。こいつはスーパーベジータ。これじゃちっとも面白くないぜ。もっと本気を出させてほしい。やめとけ、かわいそうでしょ。ちっとも面白くないぜ。もっと本気を出させてほしい。これじゃちっとも面白くないぜ。もっと本気を出させてほしいもんだな。随分ひどい目に遭わせてくれたな。